そうですね。それをじゃあ1年間やって、はい、でそれも1年で終わったんですね。終わってやめたんですね。そうですね、あの次の年もっていうこともあったんですけど、うん、やはりあの東京を拠点にしてやりたいという思いがあったので、そうですね、それで、1年間だけやらせていただいて、はい、でその後はいろんなあの舞台に出させていただいて、うん、その後事務所さんにお世話になることになって、はい、そこからですね、モデルの仕事を始めたのが、なるほど、そこからだと。そうなんです。なのでよくあのモデルの仕事と俳優の仕事を両方やってるとですね、うん、モデルの仕事先なんじゃないかって。そうですね、世間的なイメージはそういったことですね。ですが、私の場合はもう本当劇団からというか、うん、弟子からという感じで、まあ、ここまで話してやっとなんとなく理解してもらえるんですけど、うん、そうですね、最初はお笑いを目指したのかとか、うん、何がやりたいのとかよく言われまして、うん、なるほどね、はい、で 今に至るって感じですか。じゃあそうですね、うん、でそうですね、最近はそのモデルが講じて、うん、モデル講師というのをちょっと始めてしまいまして、はい、日本モデルマスター協会認定インストラクターという資格があるんですけど、はい、それをあの取得してしまったんですね、はい、取得してしまった、まあそうですね、はい、取らせていただいて、はい、でそれを用いてそのウォーキングの7つのポイントだったりポージングセットやつだったりっていうのをあのそうですね、月間で100人程度の方が、結構歩き方をやってるのを見ますけど、はいはい、女性のやつを教えてるのを見たことあるんですけど、はい、男性のやつを教えてるんですか、それとも男女共に教えてるんですか。男女共にですね。あ、本当に。で多くは女性が多いですけど、やはりその男性と女性の違いというのもありまして、うん、でもそれはその、ある、ポイントに絞ったところで元々のその歩き方、大枠的には変わらないんですね、うん、そうです、7つのポイントは変わらないので、うん、そういった何を教わるんですか。よくあるのはその、はい、花道をこう歩いてポーズしてターンして帰ってくるシーンをよく見て、はいはい、それを練習してるシーンはよく見るんですけど、うん、なるほど、もう一つ一つですね、もう全部のことですね、はい、この着地はかかとから、あ、着地からあるんで、もう着地からはいはい、はい、そして膝や、で基本姿勢もあるんですね、うんうんうん、基本姿勢、かかとをつけてつま先の角度が、うんうん、拳、うんうん、膝と膝をつけて立ってる、そうですね、うんうんうん、で首を伸ばすとかもあるんですけど、うんうん、これ話し始めるとですね、うん、1時間半優にかかってしまうね、はい、プライベートレッスンですか。いろんなあの事務所さんやスクールに呼んでいただいて、うん、そこで教えてますね。じゃあ詳しくは実際に授業を受けてみてくるって感じですね。そうですね、あとはそのこちらの元々さんでもそういった企画が前ありまして、え、ここでやったんですか。ここでやる予定があったんですね。あ、はいはいはい、であの元々さんのその、内側から美しくなる綺麗になるご飯と、うんうん、実際にウォーキングで綺麗になろうっていう企画があるんですけど、あ、まあ、そのお盆の時期だったり、うん、そういった時期もありまして、うん、はい、ちょっと企画が流れてしまったんです。あ、なるほどね。今後またちょっと受けてみたい。ぜひちょっとやってみてください。マジであの全然カメラ回しますからぜひ。そうですよね、うん、そういう機会があったらよかったなってこう思ったことは、うん、結構ありますね。うん、結構ポージングは、うん、必要ないと思うじゃないですか。まあね、そのモデルじゃない人は関係ないかなと、関係ないですよね、と思いますよね、思うんですけど、うん、普段皆さん写メ撮ったりとか、写真撮る機会ってやっぱり携帯の普及によって増えたじゃないですか、うん、そういう意味でよりよく綺麗に撮りたかったり、うん、いい表情で撮りたかったりっていう方がすごく多いんですね。そうですね、はいはい、そういう意味ではすごくあのモデルを目指してない一般の方々にもすごく有効的なものだなとは思いますね。じゃあやりましょうね。やりましょう。ぜひフラワーの方とこう絡めて。そうですね、ぜひ、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあその演じることに魅力、はい、こうはすごい熱心ですけども、そういう魅力って何なんですかね。そうですね、やはりその人生って一度しかないじゃないですか、うん、でもいろんな人の人生を追体験できるというか、うん、そこが魅力ですね。うん、なるほどね。なんかいろんな人になれるというか、うんうん、そうですね、そこが魅力ですね。いろんな感情もありますよね、うん、いろんな感情も、うん、じゃあ今はその演じてる状況はもうすごく楽しくてしょうがないっていう感じなんですか。いやー、それがやっぱり最初はそうでしたけど、うん、何でしょう、何事もそうかもしれないですけど、うん、10個事柄があって、うん、4つ楽しくなくて、うん、6個楽しかったら続けてるみたいな、う
うーん、なんかそんなようなのはありません。うん、これが苦しさが増えていったら今ずっとやってるか分かりませんし、うん、やっぱりちなみに苦しいところってどういうところなんですか、はい、演じるところで例えば苦しいやっぱり自分がそのイメージをつかめなかったり、うん、あのできなかったり、うん、プレッシャーに負けてしまったり、うん、なんかまあいろいろあるんですけどつかめなかったり、うん、あとは、うん、そうですね、状況が自分のなんでしょう人生の中でそれを、うん、そんな経験がなかったことならいいんですけども、うん、あったんだけどもそれを見ないようにしてそこにあの怖くていけなかったり、うん、なんか難しい話しちゃうんじゃないですか。いやでもその、はい、よく俳優論で熱く語り合うみたいなイメージがあるんですか、俳優の人って。いやそれ、あれはちょっと羨ましいなと思いますよ。なかなか音楽はね、なかなかないんですよね。あ、そうなんですか。ちょっとね、やっぱり音楽って基本的にそう、例えばミュージシャン同士で語り合っても、はいはい、最終的には各人の好みじゃねって話になるんですよね。え、例えばそのお前のそのベースのあそこのあのパートあそこのところもうちょっとこうした方がさ、俺のギターこういう感じでいけてなんかちょっといい曲良くないみたいな。そうですね、はい、バンド内だと多少そういうのができるかもしれないですね、はい、例えばそのアーティスト同士、はい、そのシンガーソングライターとシンガーソングライターとシンガーソングライターで、はい、音楽論を語るといろいろこういろいろな話はするんだけど最終的にこう落ち着くのはでもやっぱり人それぞれ好みだからなっていう部分がねどうしてもあって、例えば極端に言えば超メッセージソングのこう素晴らしいミュージシャンがいてその人のファンがいる、でもまあ言ったらあの女の子のアイドルのグループの大ファンがいると、で音楽的に、まあ、普通に見ればこっちのメッセージソングの人の方が評価されがちだけど、こっちの音楽女の子ファンの人たちがこの曲で感動したんだって言ってしまえば、うん、まあそうだねっていう話になっちゃうわけですね。なるほど、うん、でもあれですね、そのお客さんから見たその評価と、うん、その自分が思ってるのがこうどのぐらいこうしようと思ったのができたのかとか、うん、なんかそんなこうイコールじゃないですよね、常に。まあそうですね。そうですよね、うん、だからその劇団の人のイメージっていうのはこう劇団公演が終わって、そのまま居酒屋に行って、うん、朝までこの俳優論について語り合うみたいな、みんなで一つのそうっていうイメージっていう、まあそれが、はい、やっぱりお客さんありきだと思うので、うん、自分が楽しくなっちゃってその朝まで楽しく俳優を語るのはいいんですけど、うん、それがそのよりどうしたらメッセージを伝えられるかとか、うん、どうしたらあのもっとお客さん楽しめるのか良くなるかとか、なんかそんな話だったらいいんですよね、うん、なんかもう酔っ払うとこう堂々巡りでこうなんかもういろんな話が、まあね、そういうのまあどこの世界にもありがちっちゃありがちですけどね。まあでもそれが何でしょう、一つの話題について、うん、いろんなこう熱く語れるっていうところもやっぱり演劇の魅力なのかもしれないですね、うん、それはそうですね、うん、それであの僕は酒がなかったらもっといいかなと思いますけどね。そう酒があるとどうしても堂々巡りになったりあの次の日全部忘れてるみたいなパターンもありますけど、でもやはりその先輩の役者さんたちはお酒を入れた方がいいみたいで、うん、その飲みケーションじゃないですか、うんうん、お酒を入れることによって本当はこれを言ったら相手が傷つくだろうことだったり、うん、本当はこれを言ったらなんか触れられたくない、うんうんうん、または自分も触れたくないものの垣根を越えて話ができるみたいな、うん、そんなようなことはいいと思うんですね。ほどほどですね、そうですね、うん、ほどほどですね、ちょっと気が大きくなってそうですね、なるほどね。え、最近は公演とかはやってるんですか？舞台は本当全然やってないですね。去年に、うん、4月にちょっとちっちゃい小屋でやったのと、うん、あとバレエの舞台に出させていただいたのですね、うん、じゃあ最近はそういう、まあ、スチールの仕事と映像の仕事を買ってます、ね。よくその僕俳優の人に聞くんですけど、はい、その舞台の演じ方と、はい、テレビ映像とかの演じ方が違うっていう話はいろいろと聞いたことがあるんですけど、やっぱ違うもんなんですか？そうですね、舞台の場合は、うん、もう出てしまったら公演が始まってしまったら、うん、もう俳優のものというか、うんうんうん、俳優がどう動くかが全部ダイレクトにお客さん見てるじゃないですか、うんうん、そうですね、で映像の場合はそれの前に、うん、監督さんや編集の方やスタッフさんがいるわけですね、うんうん、なのでもう映像の場合は素材を提供する
イメージですね。こんな素材どうでしょう、いろんな素材取れましたっていう、でそれをどれをチョイスするかは実際に出来上がった映像を見てみないと分からなかったりするので、ああこれ使ってくれたんだ、あそう、俺もそこがいいと思ったんだよな、ありがとうございますみたいな部分だったり、そうですね、そこの違いがありますね。でもダイレクトに、お客さんの反応があって、ダイレクトに、すぐ伝わるのはやっぱ舞台なので、舞台は忘れちゃいけないなと思うんですね。あこれいいだろうなと思って映像で芝居やってても、それが実際にお客さんが見ててどう感じるのかっていうのは分からないじゃないですか。なので僕のスタンスとしては、舞台もやりながら、映像の仕事もやりながらっていう両方で、絶えずそのお客さんが今何が面白いと思っているのかっていうのを、求めていきたいなとは思いますね。いや 今からもどんどん劇団のなんか仕事はする可能性が大いにあるところですね。そうですね、ちょっとですね、盾をずっと僕実は剣道をですね、小学校の時から大学までやってて、大学で4段というキャプテンだったんですけど、それを活かしてないんですね、舞台の方に、それをですね、今後は盾、の舞台時代劇、そういったところで劇団を立ち上げますか。劇団そう、またうち大きな話で、その俳優さんの、劇団員が一番大変だっていう環境が今現在あるわけじゃないですか。そうですね。それをミュージシャンと逆転したいなみたいな、そんな風にはちょっと思いますね。そうですね、そういうのにちゃんとお金が入る世の中になればいいですよね。そうですね。海外だと結構そういうのをちゃんと回ってるっていう話はよく聞くんですけど、そうですね、日本ってどうしてもそういうね、文化とかアートとかっていう部分にお金が回らないというか、もう勝手にそういうのは好きでやれみたいなところがいっぱいあるような気がするんですよね。予算的には結構、結構あるらしいですよ。あ、そうなんですか。はい。どこに回ってるんでしょう。有名なところに。ああ、そうですね。まあね、ありがちな話です、ね、編集中なるほどね。そっか。いや、そういうのを打破するためにも、そうですね、これからも活動中なんですね。活動中ですね。まあそんな大きな大掛かりなことじゃないですけどね、なんか国を動かすみたいな話になってますよね、今。そういうのも純粋にお客さんを楽しめる、明日頑張ろうと思えるようなものをですね、舞台も、俳優として の作品もやっていきたいなっていうふうに思います。なるほど。はい。こんな感じでいろいろ目標はあると思いますけど、はい、具体的にはどうなっていくんですか、これからは。これからですか、はい、もう最終的なところですか。目標、まあ、近いところでもいいですし、大きな目標でもいいです。まあ、大きなそのおじいちゃんになってた時の目標としては、そのやっぱり映画というものを見て、自分がああこれいいなとか、こういう時こうしようとか、なんか映画って勉強になったりするじゃないですか。そうですね。その学校の勉強とは違う、なんか心の勉強になる部分があるじゃないですか。そういう意味では、その実際におじいちゃんになった時ですね、孫にこうしろああしろっていうふうに教育するんでなく、僕が出演した映画を見て、なんか孫が学んでくれてみたいな、そんなような作品に、残していきたいなっていう思いますね。なるほどね。結構大きな目標ですね。そうですね、いやもう大きな目標、まあそうですね、でもそれが一番僕の中でちょっとゾクゾクっとする感じがするので、そうですね、そう、なんか周りの人たちの人生を変えるものを作るっていいですよね。まあ音楽でもそうだし、本でもそうだし、お笑いでもそうだけど、なんかを見てこうなりたいと思ったとか、人生があそこで変わったっていうのはいい目標っていうか、みんななんか作る人にとってはこう理想ですよね。そうですね、まあ、結果ですけどね、例えばその先ほど見せました、はい、これちょうど震災の後に、電車の中とか、ポスターで、出てたんですね、でこれを見た人が、いっぱい友達とかメールくれたんですよ、すごいこれから頑張ろうって勇気をもらった、ありがとうって、でもこれはその別に震災なんでなく、そうですね、そうです、単なるお仕事としてやらせていただいたものは結果、そういった方々に勇気を与えることができたっていう、なんかそういう意味では、あ、やっててよかったなって思いましたね。なるほど。そのじゃあこういわゆる近々の
目標とかこうやっていく予定っていうのはなんかいろいろあるんですか？そうですね、今年は舞台を、うん、去年からちょっと、少なかったので、うん、まあ、今年1本は舞台をやっていく、しかも時代劇の舞台をちょっとやっていこうかなっていうところと、はい、ですね、あと映像の方はやはりそのメインになるぐらいの役割の、役どころで、ドラマや映画ですね、にちょっと入り込んでいけたらなっていうところで、頑張っていこうと思います。なるほど。そういう予定はホームページとか、そうですね、ホームページや、アメブロ、グリーのブログ。どう検索しましょう？吉田ひとしで、はい、漢字で吉田、うん、そしてひとしがカタカナでひとしで検索すると、出てきます。出てきます、はい、同姓同名が他にいたりとか。同姓同名は、うん、カタカナひとしはいないですね。あ、本当ですか、はい、別の漢字ですと、うん、議員さん、どこかの県の議員さんが出てくるんですけど、はいはいはい、俳優さんではです、ね、そうですね、はいはい、では検索してもらって、はい、キンキンの予定は見てもらって、よろしくお願いします、はいはい、そんな感じで、はい、ピエロになりましたですか今日は？いやもう本当こんなに自分のことをですね、こうの場で喋っていいのかなっていう。全然 OK でございます。本当ですか？はい、テクテクはそういうためにあるような番組ですので。そうですか、はい、ありがとうございます。自分の思いを、はいはい、まだ足んなかったら第2回来てもらっても全然構わないです。あ、本当ですか？はい考えてみます、はい、もっと喋れることを増やして。そうですね、はいはい、またネタを作ってもらって。はい、わ、はい、かりました、はい、ですがこのまま、はい、後半のゲストに入るんですけど、はい、そのまま出演していただけるということなんで。あ、はい、わかりました、はい、後半にもそのまま出てください。はい、わ、はい、かりました、はい、というわけでゲストコーナーでございました。はい、アモルフォ花のアトリエコーナー。はい、というわけでアモルフォのコーナーでございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあ自己紹介もよろしいですか？じゃあ改めて、はい、アモルフォ花のアトリエを主催しております天野由里子と申します。はい、はい、あ、スタッフの梶山澄子です。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、はい、主導してもらって大丈夫なんです。どうぞ。はい、はい、世田谷の鎌倉のような雰囲気の桜一丁目、はい、有名な証拠院の横にアトリエがあります、はい、お花のデザインのレッスンと花装飾とギフトの制作などをしております。今日はアトリエのスタッフの梶山さんとお花のレッスンやアトリエのことをちょっとお話ししたいと思います、はい、後半気軽に楽しんでいただけるお花のデモンストレーションも、はい、ちょっとお見せしたいと思います、はいはい、ちなみにお花は好きですか？お花好きです。あ、本当ですか？僕こう見えて、はい、ちっちゃい頃ですね、種植えてお花を栽培してたりした。あ、本当ですか？もうなんかもう気持ち悪いですよね。いえいえ、ぜひちょっと聞きたいことがあったら聞いてください。お花の言葉は、はい、天野さんに聞いてください。よろしくお願いします、はいはい、梶山さんは、はい、生徒さんとしてアトリエに入会されたのですが、今は花の教室のチーフインストラクターをしているんですね、はい、うん、で花の教室に入会したのが、うん、調べてみましたら1993年で、もう、はい、今年20年になります。そうですね、はい、20年です、はい入会されたきっかけっていうのはどんなことでしたか？めいが、こちらの方の教室に通ってまして、そういうお話を聞いて、なんか自然になんかこう通いたいなって思いまして、それでなんか習っているうちになんかどんどん先生の良さと教室の雰囲気の良さと、それになんか引き込まれるようにだんだんと20年という今年月を経ってしまってるんですが、はい、なんか今はすごい生き生きとして、なんかすごい感謝の気持ちで今通っております。うん、で梶山さんが入会後、うん、何年かしてレッスンのアシスタントを、うん、なんかすごい素敵な人だなと思ったので、もう即お願いしまして、はい、その後教師資格を取っ
って、はい、フラワーアレンジングクラスっていう初心者の方を対象した、うん、した方のクラス の、うん、あのインストラクターをお願いしたんですね、うん、そうなんです、うん、んとお花がだんだんと好きになってきまして、うん、でその前はどちらかというとペーパークラフトというちょっと硬い感じのお仕事をさせていただいたんですが、うんはい、なんかこの花の優しさと先生の、うん、なんか持ってらっしゃる優しい雰囲気にだんだん惹かれて今があります、うん、あのすごい長い間もアトリエにスタッフとして関わっててくれて、そうですね、うん、であのインストラクターのレッスンにも参加してくれているんですけども、うん、どうでしょうか。なんか客観的に改めて今日は感想を聞いて、本当に私はまあこの教室しか知らないんですけども、うん、この教室の持ってるこのふわっとした優しさと先生のその雰囲気と先生の選ばれるお花のテイストが本当に大好きで、それで本当はこれをもっとなんかいろんな人に分かっていただけるといいなっていうのが今の私の思いで、なるほど、はい、じゃあそのためにテクテク TV を、うん、そうです、よろしくお願いします。だいぶあのこのフワーとした感じのキャラクターはだいぶ分かっていますよね、多分見てる人も、はい、よく言われますよ。ちょっと前輩がスマホ抜けて。え、去年はおっとり性格なんですか。そうですね、うん、あのなんか、うん、昔からですか。そうですね、母になんかやることなすことなんか遅いわね、うん、みたいなことになってましたね、うん、どれぐらいのペースだったんですか、その教室やってる週に1回とか月に1回とかですか。えそのあの合ってる、あかなり合ってますよね、うん、週に何回、週に3回すごいですね、じゃあ週に3、4でもう20年って言ったらもうそれこそ同志ですよね。そうです、そうなんです、兄弟のように、世田谷線の宮の坂駅前に地区会館がオープンした時にそこであのレッスンを最初に始めたんですけれども、使用申し込み書のレッスンの目的っていう欄がありまして、そこに自然との共生の提案っていうことを書いたんですね、うん、あのまさにバブルのただ中で都会の暮らしがどんどん自然から離れていってしまうっていう危機感があって、四季折々の草花に触れながら自然との距離を縮めて創造性を磨いていく場をなんか私作りたいなっていう思いがありました、うんうん、でアトリエではあのレッスンでは四季折々の自然を感じてもらうカリキュラムを作ってますが、レッスンの内容についてはどう思いますか。生徒さんっていろんなもの、なんでそれぞれ個々に違ったものを求めてその教室に来ると思うんですよね。なんか癒しの時間で来られる方もいらっしゃるし、勉強して教師資格を取られる、取りたいっていう方もいらっしゃると思うんですけども、うん、なんか今までのカリキュラムを見てますと、それはそれなりに先生の持ち味、優しさとか癒しのものをなんか選ばれていて、それは生徒さんも分かっていただいて、なんか今の生徒さんの中にもこの今の教室をもっと多くの人に知っていただけたらいいんじゃないですかっていう、そういうアドバイスまでもその生徒さんからいただいてたりするので、だから本当これをもっと広めるためにもこちらのよろしくお願いします、うん、実際この共生みたいな部分っていうのは、自然との共生っていう部分は、はい、こうやってみてこう目的達成はできたんですか。それはちょっと生徒さんにこう聞いてみたいなっていう、うん、あのところなんですが、でも多分あの
無意識のうちに生徒さんに対してあまりそれは申し上げたことはないんですが、四季折々の仕入れをする時も今市場にはもう季節外れのお花がどんどん今だったらそうですね、そうですね、もう夏のお花も出てるしっていうことなんですが、一応お花 の, アトリエの方針としては、うん、なるべく季節に準じたお花を使うってことをしているので、多分月2回ぐらいとか1回ぐらいのペースで通ってくださってるうちに、その体内時計がそれをキャッチして、都会でも生活の中に四季をすごく感じてくださってんじゃないかなって自分では思っておりますが、うん、特にあの辺はそういう自然が多い場所ですよね、世田谷の中でも。そうですね、ちょうど環七と環八と246と甲州街道と全部の間みたいなところが、そうですね、でかい幹線道路がないので、うん、こう自然が多い場所ですよね、うん、そうですね、本当証拠院さんの、境内の木とか、竹林とかにこう囲まれた立証券なのか、そうですね、本当に、緑道もありますし、そうですね、はい、テクテク TV は緑道が好きでして、あの緑道ってね、はい、昔川だったこう小川のところを、川を地下にしてその上をこう遊歩道にして、はい、延々と続いてる道が世田谷に何本もあるんですけど、はい、それを全部歩いていこうっていうのが始まりだったんですよ。それでテクテクだったの。そうなんですよ。で今もいろんな川沿いの道とか遊歩道は歩いてるんですけど、はい、だから緑道はあの辺の宮の坂の緑道を全部歩いてたんですよ。烏山緑道とか北川川緑道とか蛇崩川緑道とかって、いいですよね。そうなんですよ。なんでかね、都心にこうくねってるけど永遠と先まで続いてる道がね何本もあって、僕は地方出身なんですけど、神戸出身なんですけど、都心に来た割にはなんでこんな変な道がこう続いてるんだろうこの道はと思ってこういろいろ歩き始めたのが始まりなんですよ。そこに本当視線がこう残されているね。うちの地とかもよく歩いてます。そうですね、散歩する人が多かったりとか、だからその世田谷線のね路面電車もあるし、なんかそういう雰囲気なんですよこの辺は特に、そうですね。で、レッスンで季節のお花を、花市のようにこうバケツに並べまして、それで生徒さんに自由に選んでいただくっていうフリーテーマのレッスンもすごい人気があるんですけれども、教師の方から与えられたレッスンテーマだけじゃなくて、生徒さんの中からこう今日はこんなテーマってひらめいたテーマを、ご自由にデザインしていただいてます、なんかその方の捉えた季節感が、その時々に現れて、なんか個性を感じるデザインが、いつも本当感動的なデザインがいっぱいなので、今度ぜひアトリエにも出してください。ぜひ自分も、春頃には取材予定なんで。あ、そうですね。あ、本当ですか。はい、ちょっと自分も体験で。じゃあ、体験レポーターで。そうですね。そこでテクテク歩いて。動きがスラッと歩く。はい、なので春頃には、春でもやっぱりお花が多くなる頃に伺いますというお話を今調整中なので、楽しみですね、はい、ちょっと一つ聞いていいですか、はい、フラワーデザインと生け花っていうのはどう、なんでしょう、ちょっと素人目線なんですか。あ、そうですね、生け花っていうのはやはり日本古来から日本にあるいろいろ流派がありますけれども、その先生たちが立ち上げている、もので、一般的にフラワーデザインって言われるものは欧米から入ってきて、アメリカとかヨーロッパとか の風習の中で使われていたお花の生き方がそれぞれ日本に入ってきて、で日本の生活がこう洋風化してますよね。だから床の間もなくなってきてるし、どちらかというと自由にこうデザインできる、床の間がポイントらしいですよね。一回テクテクでも、いけばなの方も取材したことがあって、いけばななんとか流、でその説明も受けたんですけど、やっぱその床の間に対してこう、ここでこうって配置するのがそのなんとか流って言ってあって、その時は生け花のなんとか流の師範が来てるんだけど、生徒さんが一般の素人だったんで、現代化
現代の花の植え方なので、うんはい、自由にやっていいって言うんですって。いけばなでもそう現代化っていうまたそういう自由にやっていう、うん、変わってきてるものですね、うん、やっぱりあの時代に即するように歌舞伎があってスーパー歌舞伎みたいな、まあ、そういうのがいろいろあるみたいで、うんうん、だから現代化っていう